こんにちは、野沢さん、今回はですね、素晴らしい、メールありがとうございます。はい。結論から言うと OK です。というよりかは、今この動画撮ってますけど、もう野沢さんからいただいたメールの方、動画結果報告として動画の方キャプチャーのやつ撮りましたんで、この動画の多分上に、アップロードされると思います。はい。これからですね、見たやつをもう本当、多分野沢さんが今やってる、講義を見てツイッターでアウトプットしてるってことを言ってたんですけれども、久保さんも実は、塾に入って何やってたかっていうと、塾をこっちの、モニターで見て勉強して、でこっちのモニターパソコンで、それをずっとやってたっていう、見てやるっていう2つの2台パソコンで、やってたっていうことをよくセミナーとかでも話してくれてます。はい。なんでこれちょっと時間かかるかもしれないですけど、このやり方がでも最強だと思います。見たらすぐアウトプット、見たらすぐアウトプット、もうこれが最強です。はい。ほとんどの人は全部多分ね、一通り見て、なるほどねと終了なんですよ 大体は。だ結局見て満足して終わりなんで、大体は。あ、なんかこの人たちいいこと言ってるな、もしくはあんま微妙やったなみたいな、みたいな、それで終わりなんですよ、大体は。もちろんその中の何パーセントが行動するんですけど、行動してもまた継続できない人、離脱者が出てくるんで、結局残る人って本当に100人いたら1人いるかなんですよ、ずっと残るかは。で、僕も10年以上ネットビジネスこう見てきましたけど、正直10年前からずっと表に出て、ずっと第一線でやってる人、ほとんどいてないですよ。もちろんそのお金稼げるようになって、その、なんだ、違うビジネスを始めて、成功してる人もいてますけども、ずっとやってるところってあんまないんですよ、本当に。で、僕ね、一つちょっとシェアしたいんですけど、これダイレクト出版さんっていう会社、有名な会社があって、これはもう十何年前から僕、合宿とか、ダイレクト出版さんの、創立者というか、社長ですね、小川さんっていう人がいてるんですけど、当時ですね、小川さん会社ダイレクト出版作った時から、ベンチマークして、なんだ、合宿とか、セールスレターの書き方合宿だったりとか、メールマガの書き方の合宿だったりとか、これも20万とか30万してたんですけど、行って勉強してたんですけど、このダイレクト出版さんもね、すごいんですけど、今、年商50億以上あるんですね。で、ずっと変わんないんですよ。10年ぐらいずっとライティングだと。で、10年前言ってることと今言ってること変わらないんですよ。これすげえな、ここと。で、ポッドキャストっていうのもやってるんですけど、ずーっとやってるんですよ、ポッドキャストね。すげえなと。だから結局、なんだろうな、ずっとやっぱ続けるっていうのは大変かもしれないですけど、結局、その続けることで大きくなるし、本当に、大変かもしれないですけど、絶対続けたら、本当にですね、ネットビジネスってこうなんで、こうなんですよ、こうなんですよ。で、僕も本当にね、今、広告一切僕は裏方でも10年ぐらいやってて、表に出て2年ぐらいなんですけど、2年間で広告を出してないんですね。新規のお客さんを取るために広告を僕出してないんですよ。でもそれでもやっていけてるのっていうのは、ずっと、もう動画も撮りまくってるし、ずっとやってるっていうのもあるんですよね。で、僕はこのスタンスを変えることはないですし、これが仕事だと思ってるので、ずっと動画も撮り続けるし、ずっと情報発信。僕はもう本も出してるっていうのもありますけど、ずっとネットビジネスやった方がいいですよっていうことを、多分10年後も20年後も言い続けると思います。はい。もちろん、コンテンツをね、変えていくのはあるかもしれないです。僕も40歳からなったら、ちょっと投資の勉強しようと思ってるんで、投資、結局やることは一緒なんですけどね。投資の情報を発信して、投資の教材売るとかね、やることは一緒なんですけど、情報をこう発信し続けるっていうことは、多分10年後も20年後も僕は生きてる限りやり続けます。はい。これが僕の仕事であり、僕がご飯食べていくために必要なことなんで、やっていきます。はい。ただ、いずれにしろサラリーマンとして働いてても30年とか40年働くと思うんで、どういうふうな働き方でやっていくのかっていう、僕は今このスタンスがすごく好きですし、自由に、仕事はね、サボってるわけじゃないし、ちゃんと、毎日一応ね、動画も撮ってるんで あれなんですけど、その朝早く起きて出社してっていうのがないので、
それがまあすごく今僕の中ではいいとこですね。はい。な、働き方、どういう働き方で人生を終えるのか。で、しかもこの自由な働き方ですでもサラリーマンの給料以上は稼げますんで、だからまあ本当好きなように生きていけるというか、自由に生きていけるんで、まあこれを本当にずっとやっていけばいいんじゃないかなと思いますし、まあ僕もやってきますし、まあぜひですね、野沢さんはまあ最初のこの段階からもアウトプットしてて、傾向はめちゃくちゃいいんで、あとはこれを続けられるかですね、大切なのは。スタートラインは絶対に他の人よりもリードしてます。今回コンプリートボックス買っていただいた方結構いてるんですけど、女性の方ですぐメールいただいて、ですごく良かったです、勉強しますっていうメールはいただいたんですよ。でもその女性の方って久保さんがきっかけでネットビジネス入ってる人なんで、まあアウトプット当たり前みたいな感じのマインドを持ってるんですよ。で、他の人はまあ基本来てないですね、今買っても。このこだって野沢さんね、2本見た段階でもうメール送ってるわけじゃないですか。他の人ももうないですよ。だからこの時点で他の人よりも野沢さんはスタートライン上ですから、完全上ですね。あとはこれを継続すればもう基本的に今、購入していただいている方いてます。でも上じゃないですか。上ですよね。上ですよね。もうスタートで、このままずっと続ければもう差は広がる一方なんですよ。だから収入も広がる、どんどんここでやってない人。多分ね、おそらく、まあ、僕も10年以上やってますけど、結局買ってもやんないんで、みんな。売っときながら何だって話なんですけど、結局やんないんですよ。多分今回商品買っても、多分やる人がほんと数人じゃないかなっていうレベルだと思います。まあこれはね、まあどんないい商品売ろうが何しようが、やらない人はやらないんで。まあ僕はやりますけどね。ただそれだけです。僕はやり続けるし、新商品も売ってくるし、セミナーもやるし、ずっとやっていくんですけど、まあちょっと長くなりましたけど、野沢さんこれからですね、ぜひアウトプットして、どんどんやっていただきたいなと思います。まあ本当にコンプリートボックスのね、映像を見ていただいて、あそこで話してる内容を本当に実践していただければ、絶対結果は出ますし、どんどんそれをやっていけば、収入も上がってくると思いますので、ぜひやってください。はい。ということで、今回はですね、素晴らしいメールありがとうございました。